か耳丸来る気がするよ。耳丸です。素晴らしい離島ガチャ日和です。今回は超願掛け離島ガチャをするよ。離島ガチャするために一生懸命参るためました。本当に大変。前回の動画見てくれた？空き家が1個空いたから今日は離島ガチャするんだけど、今日の願掛け離島ガチャは島中をドグロにしちゃいます。岩固定した時に島中が変になっちゃったから、これを思い切ってドグロに変えたいと思います。よいしょ。わあ、やった。これでさすがに来るでしょ。え、島中になってる。島中がドグロだ。ドグロが来た時喜ぶぞ。え、僕のことこんなに待っててくれたのって言うだろうね。じゃ、早速離島ガチャ行こうと思います。行くよ。ポンポンマイル、ドグロ。まずは頑張って貯めたマイルをマイル旅行券に変えます。よいしょよいしょ。じゃ、早速行ってきます。ロドリーさん、モーリーさん、ドグロがいる島までよろしくお願いします。ブクブク。着きました。さあ、一発目で出るかな、ドグロ。ドキ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 。あ、目の前にいた。おー、一発目はもっとドキドキさせてよ。あ、高飛び棒を持ってくるの忘れてた。致命的。あ、ストローだね、かわいいね。ストローはストローでばっかりジュース飲んでるせいか口がひん曲がっちゃってるよ。たまには逆の方向から飲むことをおすすめします。また遊ぼうね、ストロー。会えて嬉しかったよ。じゃ、どんどん行くよ。次次と、その前に高飛び棒を取りに行って、しかしうちの島は土砂降りだな。ヒッチョン、ドグロ待ってろ。着きました。晴れてるな。どこかなどこかな、ワクワク。この時間がたまらないよね、離島ガチャは。ネルさんはね、昔島にいたんだよ。あー、赤いバラのベッドあげたりしてかっこいいお庭にしてたよな。懐かしい。ネルさん、また遊ぼうね。ちょこちょこマイルを貯めてと。じゃ、次次いました。どこかな。ワクワクワク。こういうシンプルがお好きなんだよね。かわいい。いきなり心が揺れるミニマル。あー、どうしよう、めっちゃかわいい、めっちゃ好き。うー、かわいい。あー、どうしようかな、かわいい。でも島中ドグロにしてきたのに、マーサ連れて帰ったら島のみんながひっくり返るだろうな。うーん、今回はごめん。あー、でもまた今度絶対。マーサかわいい。いました。どこかな。あ、いた。あ、誰だ。コアラおじさん、ゴンゾー、たまに現れるおじさんキャラ。おじさんなのかな、おじいさんなのかな。前髪、眉毛、白髪、ひげ、真っ黒、コアラ。じゃあまた遊ぼうね、バイバーイ。次次。さあ、ついてよ。お、はしごで登るタイプだ。ワクワク。どれかな、どれかな。ファイトグロ、ファイトグロ。あ、ちゃちゃまるかと思った、びっくりした。かわいいよね、メリアス。暗闇の中歩いてたら目と口しか見えないでびっくりするだろうな。っていうか、メリアスの顔ってシンプルすぎない？かわいい。みんなイラスト描いてみて。シンプルすぎるメリアス、かわいい。ちょっとハマっちゃった。また今度遊ぼうね、メリアス。ドグロー。さあ、着いたぞ。どこだ。もうええっちゅうねん。何回出てくるねん。オクタロー。ねえ、みんなオクタローが出てこない離島ガチャある？なんか毎回出てくるんだけど。面白い。多分ミニマルがまた遊ぼうねって言って帰るから、また遊びに来てくれてるんだろうけどね。オクタロー、また遊ぼうね。じゃあね、バイバーイ。そう、次次。さあ、着いたよ。どこかな。あ、もう見えてる。
黄色い鳥がいます。ラン、こんにちは。女の子なんだね。残酷な髪型。ちょっとすきばさみで好きすぎちゃったのかな。アイシャドウとお洋服がよく合ってるね、ラン。じゃあまた今度遊ぼうね。金運ありがとう。よいしょよいしょよいしょ、やっとー。よ、次次。あー、着いたぞー。どこだー。ほんと見つけるまでが楽しいよね、理想ガチャは。ワクワクー、誰かなー。ワクワクワクー、誰だ。みやび、白目。なんで白目。面白すぎる。みやびの白目すごかった。じゃあ次次、あたたこうね、みやび。次こそ来てくれ。来ました。さあ、どこかな、どこかな。わっ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 。あ、あはははリーガ。リーガ探してた頃は出てこなかったけどさ、あれから何回も出てくるな。リーガも可愛いよね。タコヤも可愛いけど、コッカロは面白い。じゃあまた今度ね。さあ次次行くよ。どん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 。あ、そうだ、一旦帰ってマイル旅行券を補充します。あー、どんどんマイルがなくなっていく。あんなに頑張って貯めたマイルが。頼むから出てきてくれ。よし、こんだけ願掛けしたら大丈夫でしょう。待ってろドグロ、出発。来ました。よし、次は誰かな。ワク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 。そろそろ来ていいよドグロ。あ、タコやー、ハタハコやー。タコだらけだな今日。めっちゃ可愛いタコや。タコやはね、昔メイン島にいたんだよ。この前一緒にコーヒー飲んだよね。タコやー、またコーヒー一緒に飲もうね。相変わらず可愛いな。じゃ、どんどん行くよ、次次。いました。次はあ、いた、イタコ。かわいいね、イタコ。お洋服とよく合ってるね、顔の色が。おしゃれ上品虫。イタコ、また遊ぼうね、ありがとう。さあ、次次、どんどん行くよ。あれだけの願掛けしたんだからね。出てきてよ、ドグロ。さあ、着きました。次はあ、ドグロじゃない。え、ヘリー、すごい目。ミスズぐらいすごい目だね。ペリーヌ可愛いけどごめん。ペリーヌ連れて帰ったら多分ミスズがめっちゃ怒ると思うから。また今度遊ぼうね。すごい可愛いな。ファンが多いだろうな、ペリーヌは。さあ、どんどん行くよ。さあ、ついてよ。どこかな、どこかな。あ、ベル島だ。後でもらおっと。あれ、いないな。まさか来る？ドグロドグロ。そろそろ来ていいよドグロ。あ、いた、ロデオだね。ロデオさ、これでぼんやり系だからびっくりするよね。絶対パッと見怖い系なのに。すごいね、暗闇で光るだろうなこの目は。ロデオ、また今度ね、遊ぼうね。バイバーイ。もう帰る前にベルをちゃんといただいてと。さあ次行くよ。来ました。どこかな。なかなかいないと嬉しいよね。わっわっわっ。あ、いた、アンソニー。すごいね、白馬に乗った王子様じゃないけど、白馬が王子様ってことね。さっきのペリーヌとなんかお似合いって感じだね。また遊ぼうね、アンソニー、ありがとう。そう、次次。そろそろ出てきてください。疲れてきちゃった。
でかいよね。あんた、ミミマルのピンク好きだけど簡単には負けるな。また遊ぼうね。じゃあ一旦帰ってと、マイルをマイル旅行券に変えます。もうあれだけ頑張って貯めたマイルも一気になくなっちゃうよね。ドグロ、これで最後だよ。遠慮なく出てきてね。ミミマルの島中岩石の力みんな見といてよ。絶対来るよ。あー、これで最後だ。じゃ、行ってきます。しかしお天気が悪いな、うちの島は。さあ、着きました。あ、雨は降ってないね。三段崖は、ふっふー。この地形楽しいよね。誰かな、ドグロかな。あー、毒ガエル。ちょっとだけ怖いけど、この前あった毒ガエルよりはマシかな。どう、そのまま。うちの中の紫が毒っぽいな。毒ガエルじゃなくて毒、毒がなくなったらまた遊ぼうね。ほんじゃね。来ました。さあ、ついてよ。誰かな。あ、セルバンテスだったよね。セルバンテス、前うちのサブ島にいたんだよ。この頃から何回言っても覚えられないこの名前。難しい名前だよね、セルバンテスは。元気だった？さっきジーニョにも会ってよ。セルバンテスもさ、また遊びにおいでね。待ってるよ。はい、じゃあ次行ってくるね。バイバーイ。さあ、次です。来ました。さあ、どこかな。いな、上にいる。登って、どこかな。あ、いたいた。おお、かっこいい馬、ジュリー。かっこいいね。目つぶり馬、ジュリー。あ、つぶらな瞳。さっきの白馬の王子様もかっこよかったけど、ジュリーもかっこいいな。さあ、次次、そろそろ出てくださいよ。あ、竹の島なかったよね、今まで。あ、ワクワクする。竹の島はいつもいいからね。あ、誰だっけ。リカルド。なんかズートピアにいなかった、この子。いろんな子がいるな。リカルドもまた遊ぼうね。じゃ、帰る前にちょっと竹の島だからいろいろ収穫して帰ります。よいしょよいしょよいしょ。リカルド、ごめん、せっかく竹の島に遊びに来てたのに、ミミマルがバッサバサ切り倒しちゃった。ごめんねぞーい。でもちょっとだけ残しとくね、竹。じゃね、またね。ごめんね。おー、次次。さあ、ついてよ。そろそろ来いドグロ。なんかミミマル来る気がするよ。ここだよ。いいよドグロ、出ておいで。ミミマルの勘は当たるからね。あ、またお前か。ダンボル、ホッグタロー。ね、ホッグタロー絶対いるよね。しかしタコ日和だな。え、オクタローの頭のさ、毛がさ、もしかしてタコヤのさ、爪楊枝が刺さってた部分、そういう意味だとしたらおもろ。ホクタロ、また遊ぼうね。でも離島ガチャに2回出てこなくてもいいんだけどね。じゃあね、バイバーイ、またね。あ、マイル旅行券あと1枚です。よし、ここで出たらかっこいいぞ。願掛けの力見せつけてやる。出てこい、ドグロ。出発。着きました。誰だ誰だ、っていうかドグロだよね。お、これは前回ミスズが出た地形、なんか来る気がする。あー、誰だろう。せーの。あー、血が張った。ははー、誰だ。セバスチャン。セバスチャン、ちょっと首から上の違和感すごいな。ニットとの境目気になるな。どうしても覗きたい、下から。どうなってんの。あ、あ、見えそう。え、あ、どうなってるのかよくわからないけど、見るのちょっと怖い。ということで、マイル旅行券なくなっちゃいました。でもこっからが本番だよ。おぬきち厳選で、これだけ島中ね、ドグロにしたんだから、いくらなんでもタヌキチは分かったと思うんだよ。ドグロさんが欲しいんだった旦那。
なもんねって。ということでタヌキチンにしっかりお願いしときます。タヌキチン、ドグロお願いね。ドグロドグロドグロだよ。わかった。ではもう疲れたのでタヌキチンにお任せします。次の日、そう決まってるかな。あれ決まってない。じゃあとりあえず次の日、さあ今日こそ決まってると思います。あれ決まってない。なんかさ、1日で来るときとそうじゃないときあるよね。またまた次の日、今日はさすがに決まってると思います。してさ、すごい楽しいよね。耳丸なんかたぬきち厳選好きなんだよね。決まってない。またまた通勤の日、あれ決まってない。え、たぬきち厳選ってなくなった。またまた次の日、え決まってない。え、みんなのところもこんなに決まってない。たぬきち厳選通勤の日、今まで結構次の日とか次の次の日だったけどな。通勤の日決まってない。タヌキって気がついてないのかな。ここが空き家にずっとなってるって。もう離島ガチャの気力が今はないのでお願いします。タヌキチ次の日、決まってない。何日目、すごいね。なんで、何かの耳丸の行動がそうさせてる。あ、流れ星だ。どうかどうかドグロが出てきますようにお願いします。もう4年間もお願いしています。ドグロ出てきて。それにしてももういいでしょ。次の日、ドグロ出てこい。あー決まってる。だよね、タヌキチ厳選あるよね。もうなくなったのかと思った。タヌキチ厳選、はぁワクワクする。これだけ願掛けしてたらさすがにドグロでしょ。いい、みんな心の準備は。いくよいくよ、見るよ。耳丸予想してなかった。これすごい、耳丸の余地だ。覚えてる人いる？耳丸ちょっとだけ保つのことに触れてるんだよ。でしょ、やっぱり保つが来たじゃん。でもちょっと楽しみ。次の日、とても嬉しいわよね。僕お返事書きましゅ。あ、あとグッドボタンも押してくれたら